ヘンダーソンはアメリカ合衆国ノースカロライナ州北中部バンス郡の都市であり同郡の郡庁所在地でもある2010年国勢調査での人口は15,368人だったノースカロライナ州の西部にはヘンダーソン郡がありその郡庁所在地はヘンダーソンビル市なので混同しないようにする必要があるヘンダーソン氏は元 ノースカロライナ州最高裁判所長官、レナード・ヘンダーソンにちなんで名付けられており、ヘンダーソンは、市の近くに住み、初期開拓者、ルイス・リービスの友人だった。市は1841年に、ノースカロライナ州議会により公式に認証された。1881年に、バンス軍が創設される以前、ヘンダーソンは、グランビル軍の最東部に位置していた。 ヘンダーソン市内のアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、アシュランド、ヘンダーソン中央事業歴史地区、ヘンダーソン消防署と市役所、図書館と実験室のビルヘンダーソン学校、ミッスル島、ビラ、マリアパーラム病院、ダニエルストーン、イタバリの家、バンス軍庁舎、ウェストエンド学校、ゾリコファーの法律事務所、バーカー邸がある。ヘンダーソンは、 北緯36度19分29秒整形78度24分31秒北緯36.32472度整形78.40861度36.32472-78.40861に位置しているアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は8.2平方マイルでありこのうち陸地8.2平方マイル 水域率は0.12%である。ヘンダーソンは、週刊高速道路85号線と、アメリカ国道1号線に近いという利点がある。ノースカロライナ州道39号線も、市内を通っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コントリビューターズガゼットの都市統計によれば、ヘンダーソンは、ノースカロライナ州の安全な都市充血の、 第7位に挙げられていた。ありがとうございます。